今回はですね、あなたに水泳がもっともっと上達する方法をご紹介していきます。はい、まずトレーニングというものは筋肉を意識して使うことが大事です。一方水泳のようなスポーツは筋肉を意識せずに、ね、使うことが大事です。でトレーニングというのは、ね、筋肉の強さだったり、まあ、太くするとか持久力、そんなことを目的にするから筋肉を意識しながら使うことがすごく大事なんですね。一方スポーツは、はい、できるだけ疲れにくく効率的な動きを続けることが非常に大事です。なので筋肉をわざわざ意識しながら使っていきません。そういうのをあなたに覚えていただく、運動をご紹介します。仰向けでいきましょう。はい、動作はですね、足を持ち上げてお尻も持ち上げる、こういう動作なんです。通常腹筋を鍛えるようなトレーニングとしてやる場合は、意識して意識してゆっくりぐー持ち上げるぞ、こんな風にやっていきます。でもここでは意識していただきたくないので、はい、両足でポンポンとね、蹴る、これがすごい重要ね。ですからポイントは蹴るという動作をイメージすること。いいですか。ポン、はいね、ぜひぜひ動作を蹴る動作をイメージしてぜひ行ってください。